モエシア族州の位置もエシアは古代ローマの族州であり、現在のセルビアとブルガリアの領域に位置した。古代の地理で言うともエシアは、南はバルカン山脈とシャール山、北はドナウ川、そして東は黒海に囲われていた。この地域の住民は主にトラキア人とユリア人であった。地名は当地に住んでいたトラキア人のモエシ族に由来する。 紀元前75年、共和制ローマのマケドニア属州のプロコンスルであるガイウス・スクリボニュース・クリオがドナウ川に至るまでのモエシア地方に軍を遠征し、この地方の部族に対して勝利を収めた。そしてこの地域は第一回三島政治の一角を占めたマルクス・リキニュース・クラススによって完全に制圧され、その後アウグストス地政の紀元前29年前後の規定によって マケドニア属州のプロコンスルが支配すると定められた。この地域がローマ帝国のモエシア属州として定義されるのはアウグストゥス皇帝の番期であり、そのことは総督過敵なセウェルスによって西暦6年に言及されている。モエシア属州を統治したのはコンスル格の総督であり、アカヤ属州とマケドニア属州も同時に統治したと思われる。モエシアは 元々は単一の俗州だったが、ローマ皇帝、ドミティアヌスの時代に分割され、セブルス側を境界に、西側がモエシアスペリオル俗州、東側がモエシアインフェリオル俗州とも呼ばれたとなった。それぞれ、コンスル格の総督と皇帝俗りに支配された。ただし境界線についてはもっと西だったという説もある。なお、俗州の州とは、モエシアスペリオルが、ウィミナキウム。 モエシア・インフェリオルは、トミスにそれぞれ設置された。モエシアは国境に面する属州なので、ドナウ川南岸には、多くの駐屯地や要塞が築かれ、月大人やサルマ大人の侵入を防ぐために、アクシオポリスから、トミスに至る防壁が築かれた。古代のモエシア周辺の地図238年以降、モエシアは何度となく、カルピ族とゴート族に襲来され、 250年頃に、コート族がも、エシアの侵略に、部分的に成功。251年には二人の皇帝、デキウスとヘレニウス・エトルスクスがも、エシア領内のアブリッスで戦死した。ローマ皇帝、ルキウス・トミティウス・アウレギアヌスの時代、も、エシアの安全を保障する代わりに、ダキア族衆を、コート人に譲渡し、ダキアにいたローマ市民をドナウ川の南に移住させた。その後は、 も、モエシアの中央部は、だけア,アウレリアニと呼ばれるようになった。モエシアスペリオールの中のダルダニアと呼ばれる地域は、皇帝、ディオクレティアヌスの時代に、特別な属州と定義され、コンスタンティヌス一世が272年に生まれた、ナイススが、首都とされた。この後、ディオクレティアヌス帝は、モエシアスペリオールをモエシアプリマと改名し、モエシアインフェリオールは、モエシアセクンダと、 スキュティアミノルの二つに分割した。モエシアセクンダには、第一軍団イタリカや、第十一軍団クラウディアなどが駐留した。また、スキュティアミノルには、第一軍団イオーヤや、第二軍団ヘルクリアなどが駐留した。376年、フン族の侵入に押し出される形で、コート族が再び、ドナウ川を渡って侵入してきた。そして、コート族は、 当時のローマ皇帝、ワレンスの許しを得ても、エシアに移住した。しかし、和解のすぐ後に争いが再発し、フリティゲルン率いるゴート族は、378年のハドリアのポリスの戦いによってワレンス率いるローマ軍を破った。こうして、も、エシアの地域は、ゴート族の国となった。このゴート族の中で、聖書のゴート語訳本を作った、ウルフィラが有名である。 7世紀に、スラブ人とブルガール人がこの領域に侵入し、セルビアとブルガリアの王国を築き上げた。モエシア・スペリオル属州の1モエシア・インフェリオル、属州の1モエシア・スペリオルの主要都市モエシア、インフェリオルの主要都市上の2つは、ギリシア人の都市で、イストロス、メサンブリア、アポロニアと合わせて、ペンタポリスを形成した。ありがとうございます。